これ神奈川県藤沢市江ノ島です。昨日の夜のうちに渡って泊まりました。あのね、ここで富士山がバックにバッと見えるつもりだったんですけども、特に見えておりません。まあギリギリ湘南の海岸が見えるかなって感じですけど、ちょっとね、まあ予想外だったんですが、今日は一応予報では晴天の予報ということになっておりまして、ただ気温朝は低いですね。16度、そんな低いのか。この間まで猛暑使いしてたけど、わけ今年はすぐ終わっちゃいましたかね。ちなみに今ですね、時刻は5時20分です。頭ぺったんこになって別にどうでもいいですけど、江ノ島のシンボル、江ノ島神社、まだこの朝の早い時間はライトアップがされてますね。ほとんどもう意味はなくなってるようですけど、さて、じゃあ朝のお散歩も終わり、お世話になった宿を出発です。それでは江ノ島を後に一路藤沢、そこから先東海道の旅に復帰します。今日の目的地は箱根となっています。箱根は近いようで結構遠く感じるのではないかと私は思いますが、どうでしょうかね。素晴らしい景色のご案内をします。こちらが南側、朝日が照らしています。その奥に霞んでおりますのが三浦半島です。鎌倉、三崎方面。今度ご覧いただいておりますのは北側の景色です。藤沢、平塚、大磯、二宮、小田原。これから先東海道もひたすら相模湾の海岸線に沿って進むことになります。それでは本日の行程を皆さんにご案内いたします。まずここを左折してひたすらまっすぐ、これで旧東海道に戻ります。藤沢宿を立って次の宿場は平塚です。平塚、大磯と進みます。大磯からさらに小田原まで少々の長い距離を通りますが、小田原からさらに先、箱根八里天下の剣を越えることになります。これが今日一番の難所であり見どころです。箱根の山を登り切りまして、箱根峠の少し手前、芦ノ湖のほとり、今日はそこからまた少し寄り道をして、仙石原のすすきを見て終わる予定です。時刻はただいまもうすでに6時10分になっています。実はちょっと出発するとき準備に手間取りましたが、昨日あまりペースが速くなかったので、今日はねちょっと明日結構距離が長めになる予定だから、明日の長距離の練習も兼ねて少しペースを早めで、しかし安全第一でいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。藤沢市の中心部に近づいてきました。あとおそらくは 500m ほども進めば駅があるはずです。だんだん車の量も増えてきました。藤沢市のね、私の中の印象は東京横浜のベッドタウン、まあそんなところかな。藤沢は確か人口60万ほどかな、かなりの大都市ですが、多分東京横浜の通勤率がすごく高いと思うんですよね。藤沢から出発する電車、東海道本線も小田急線もいつも満員です。もうなんかかわいそうになるぐらい混んでますもん。藤沢出身の人ってすごい多くて、いろんなところで会いますけど、なんか聞くとね、毎回、あ、藤沢出身なんですかと聞いた時には、あ、この人いつもめっちゃ大変な満員電車乗ってきてるのか大変だなと、毎回私の中の藤沢のイメージはそれです。藤沢市の過酷な通勤、本当にとどまるところを知りませんが、今週は金曜日、もう今日は金曜日ですので、今週の過酷なラッシュもこれで終わりかと思いきやですね、土日もまた東海道本線はお買い物ラッシュとかでめちゃくちゃ混んだりするんですよね。上この線路ですね、橋に名前がついておりまして、 JR 東日本東海道線の江ノ島可動橋といいます。江ノ島からここは5キロも離れていますが、なぜかというとこの道が江ノ島街道というからです。今私の走っている道は旧東海道から分かれてきた江ノ島への分岐のルート、江戸時代東海道を通っていた旅人が多くそこから枝分かれをして江ノ島に寄り道をしていました。旧東海道に戻ってきました。その藤沢宿の今入り口のところに立っています。昔ながらの景色、電柱はやはり排除されています。ここにですね、私も知らなかったんですが、自主総本山、これは正常光寺というものかな、現在は他の呼び方もありまして、多分これが正式名称なんだと思うんですが、遊行寺と呼ばれています。私ずっとね、遊行寺だと思ってたんですが、遊行寺が正しいそうです。多分中学の時かなんか習ったんじゃないかなと思うんですけど、踊り念仏っていうのは鎌倉時代に流行った新仏教の中の一つで、ね、教わったと思います。一辺って人分かるかな、なんかお坊さんがなんかうっちゃうっちゃーみたいなやってる絵みたいなのね、多分見たことある人いると思うんですけど、それがここが本拠地なんですね。鎌倉時代からずっとここに生えているという樹齢をおそらく700年の立派な大イチョウがここのシンボルの一つ。お堂も立派ですね。あれは
これが一辺上人ですね。いろんなところで出てきた踊り念仏を広めたという、まあ、結構ね本当に歌ったり踊ったりするようなやつだったらしいんですが、私はあまり詳しくないのでもしかしたら言っていることはデタラメかもしれません。過酷でですね、全国いろいろなところを忙しく飛び回って、そして自主を広めていったそうでして、まあ、その中で倒れ亡くなったそうです。かなり藤沢市民の信仰を集めているお寺と見えます。そりゃそうですよね、こんなに立派なお寺ならね。若い人から年配の方まで、こんな朝の早くから、おっと、もうちょっと端っこ歩いた方がいいのかな。結構たくさん人がいましたよ。昨夜は私読み方を間違えちゃいましたけど、浮世絵にも描かれております与行地橋を渡りまして、こっから宿場はどっちへ折れるんだ。やっぱここも東海道らしい雰囲気をちゃんと作ってくれてますよ。右手には古いお屋敷があります。紙って書いてあるな。紙問屋だったのかな。新宿へ通う人は小田急線を使います。今朝のラッシュが盛んです。あれに乗れば1時間少々で到着できますが、混雑の度合いは大きいようです。藤沢の駅で座れなければ通勤の時間、新宿まで基本的に立ち続けることになるんじゃないかと思います。電気鉄道の通る時代になっても旅はそう一筋縄にはいかないものです。さて、もうこの辺りで藤沢宿は終わりました。次の宿場は平塚です。平塚まではそれなりに離れています。さて、今回の旅では交差点の名前と道路の名前をですね、よく確認しながら、なるべく旧東海道を走るということでやってるんですけれども、今到着しました。ここは四ツ谷の交差点です。四ツ谷ってのはね、東京新宿区のやつが有名ですけれど、まあその名前四ツ谷はどっちでもいいんですが、どっちかというと土という言葉の方が重要です。これですね、ここにですねお堂があるわけですが、この小さな、観音像かな、なんかあるんです。あ、不動像か、あの不動明王がいますけれども、このお不動さんのところからですね道が、ここで交差していました。あの辻という言葉がありますけれども、こういった交差点のことを指すんですが、ここからですね枝分かれをして立派な鳥居がありまして、この鳥居をくぐって進んでいく、旧街道がありました。大山道と言います。大山というあのお寺とか宿坊とかですね、いっぱいあるようなところがあるんですけども、伊勢原の方にあるんですが、そこまでのですね観光のルートとして東海道から枝分かれをして進んでいったものです。先ほど私が通ってきたのは江ノ島道で、これを進むと今度は大山に向かうことができます。江戸時代は大山の名物のお豆腐とか、江ノ島で美味しい海の幸を食べるとか、まあ、そういった簡単な旅行がですね結構流行っていたそうでして、まあ、今のロマンスカーで箱根行くみたいな感覚だと思うんですけどね、江ノ島大山を、藤沢宿を拠点として観光するルートが大変盛んだそうでした。そしてその東海道と大山道の分岐点は四ツ谷にあった不動明王のお堂、ちょうどここからとなっていましたので、四ツ谷の辻にあるお堂が目印ということで、現在ここは辻堂と呼ばれるようになりました。いいですね、日本橋からおよそ55キロ昔の街道の松並木がここは少し残っているじゃないですか。ただ辻堂から先まだ結構距離があるんですよね。茅ヶ崎がまず間にありますから、茅ヶ崎は東海道の宿場ではないので、そこから平塚までの距離の遠さたるや、まあ、平塚から大磯は近いんですけどね。逆にいいなあ、この松並木、昔これをずっとこの脇を行けていたのか。今のこのわずかなところだけでも江戸時代の気分にかなり浸ることができました。さて、そしてまたも右手に松並木が見える、ここはここからが神奈川県茅ヶ崎市ということになります。国道1号線いいですね。しばらくはね1号線をまっすぐ進めばいいだけです。さあ行きましょう。茅ヶ崎は宿場ではありませんでしたが、しかし実際町と町の間が空いているところでは、その間に中野宿とか確か呼んだと思いますが、あの宿場みたいなのがあってですね、でそこでも一応休憩とか、あの泊まったりとかすることができるようにはなっていました。公的な制度だったのかどうかそこまでは私は知りませんけれど、
なんか松並木の具合が素晴らしいから何も気にならなくなってしまうな。いいよ。平塚もだんだん近くなってきました。ここは鳥居戸橋という交差点ですが、ここにですねこんな石碑があります。何個って読むのかな、左富士の碑と書いてありまして、これはですね、まあ、残念ながら今日の天気が悪いから見えないのですけれど、歌川広重の浮世絵にも書かれました大変有名な東海道を代表する景色です。まあ、まだね左富士を見るチャンスはあるんですが、基本的に東京から大阪へ向かう場合、進行方向の右手に富士山があるということになります。ただし珍しくこの地では進行方向の左手に富士山を拝むことができるはずですが、今日は見えません。残念ながらここでは見られませんでしたが、東海道には2カ所左富士を見ることができる場所があるそうです。明日富士市吉原でもしかしたらもう一度その富士山を眺めることができるかもしれません。ちなみに現代でも、左富士をですね楽しむポイントがあります。東京から東海道新幹線に乗っていて静岡を通過したら進行方向の左手にご注目。左手大きくカーブをしてですね、富士山が見えるところがあります。お、左側に看板があったな。国指定の史跡云々。これはねぜひ立ち寄りたいと思っていたところです。多分次の交差点を左だな。さてそろそろですね、いよいよ相模川を渡りまして神奈川県平塚市平塚地区に入るというところですが、その手前にですね旧相模川橋脚というのがあります。これ相当貴重なものだと思うんですけどね、国指定の史跡となされているのも納得です。まあ、ただの公園みたいなところにね簡単な池が作られていて、池っていうのかな、そこにこんな木が並んでるだけなんですけど、これをね侮っちゃいけません。1923年ここで関東大震災が起こりまして、そして、まあ、ちょうどここにねこう分かりやすく写真が出てるんですけども、こんな風にいきなり隆起した土地から棒がニョキニョキニョキっと出てきたわけです。でこれは何なのかと言いますと、鎌倉時代に作られていた相模川の橋、まあ、それがですね、まあ、なんか流れたか壊れたかなんか、まあ、なくなってしまっていたのが地面に埋まっていたんですけれども、それが関東大震災で出てきた時の様子をここに再現しているわけです。実際に出てきたこれはどうなったのかというと、ずっとこういう状態で保存されてたらしいんですが、どんどんボロボロになっちゃってこれではいかんということでですね、神奈川県とここに旧字体で書いてあります、神奈川県がそれはあの全部取って、今はなんか地下2メーター65センチのところで、保存されてるって書いてありますね。ということで、あのこれはレプリカなんですけども、本物もちゃんとあります。これはね相模川から結構離れたところでこうやって見つかってるわけです。でこの場所にあったというわけでもなくて、確かもうちょっとさらに離れたところでこれが出てきたんじゃなかったかなと思いますけれど、全然相模川とは関係のないようなところで、これが出土した、まあ、要するに相模川が鎌倉時代から今までの間で相当そう流れる場所がなんか地震によってね流れる場所がなんか変わったらしいという話なんですけども、何度も何度も、その流れを大きく変えているということが分かったようです。その相模川ですが、いよいよ目の前に現れまして、これから渡るんですけども、これを渡るところから神奈川県平塚市ということになります。朝の出勤の人を助ける湘南ライナーの通過です。7両編成グリーン車がいいやつですね。ここに書いてある通り、相模川とも馬乳川とも呼ばれています。馬乳川という語源は知りませんが、馬だったらそのまま入っちゃったんですかね、なんかそんな感じの名前なんじゃないですかきっと。この川はいつも東海道線で富士山見ながら渡りますからね、知ってますけど、随分大きな川ですよ。でこんな大きな川にね、昔は地震で川の流れが違ったのかもしれないですけど、ここにあんな大きな橋を鎌倉時代に架けたのか、それを聞くと何とも信じがたいような気持ちになります。江戸時代はここに橋が架かっていませんでした。
まあ、ですからここにはですね、代わりに渡し船を通しまして、それでということになったんで、また増水などした時にはここで足止めになったり、そういうことがあったと思います。これを渡れば平塚の宿場となります。東海道線のお客さんの数はそれほど多くありませんね。東京方面からやってきた電車、後ろ側の方が混んでいるようです。15両編成。そして逆に東京方面行きの E233 系電車もやってきます。あれはきっとお客さんをたくさん乗せていると思いますよ。列車の速度もなんかあまり出てないみたいですね。平塚を出たばっかりだからかな。さあ金曜日、これが多くの人にとって最後のお仕事です。あと1日頑張りましょう。おー、反対側が見えないけど、あ、でもそんなに混んでないな。平塚始発だったんですね。平塚市民にとっては憩いの電車です。早く行けば絶対座ることができますから。前方に平塚の駅も見えています。東京行きの湘南ライナー12号が停車中。さっきも湘南ライナーが行ったばかりですが、もう一本来るんですね。この辺りを走る高校生たちの足取りもだんだん必死な感じになってきました。時刻ただいま8時23分。そろそろ急がないと遅刻してしまうんでしょう。この相模川からちょうどよく見えますのがあちら大山です。よく小田急の動画で皆さんにね、ご覧に入れていました。それからもう一つ向こうには駒山という山もあります。また後で紹介します。本当はここに富士山があってね、ここに3つの名だたる山が連なるんですけども、まあいいや、富士山はもしかしたらまた後で見えるかもしれませんよ。さあそれじゃあ引き続き出発、キロポスト。ここは国道1号線の、基準ですけれども、日本橋から 62km です。平塚市内に入っています。平塚市は湘南地方を代表する、まあ、多くの人が住んでいるところで、決して小さな町ではないんですけれど、ただ、まあ、今通っている限りここが宿場の中心に近いところのはずですが、それほど旧東海道の趣は感じられません。なんでも当時からそれほど大した大きな宿場ではなかったようです。あ、でも、お、左手の平塚駅が立派だ。こんなに立派だったのか。ちょっと降りてみよう。降りるじゃないけど。すごい立派ですね。もうびっくりしてね、立ち止まっちゃいましたけど。久しぶりに来ましたが、こんなに立派なところだったか。立派なアーケード、あの辺りが宿場の中心なのかなと思ったんですが、どうも少しずれていたようです。ここにですね、平塚市の中心と思われるようなところをちょうど通り抜けたあたりに、かつての平塚宿の入り口がありました。東海道第7番目の宿場、平塚宿に到着です。今でこそこんな立派な佇まい、湘南に平塚がなかったらもう湘南とは言わないんじゃないかというぐらいにですね、その規模も影響力も大きいこの平塚市ですが、江戸時代当時はなかなか大変なところだったようです。ここにね、明治時代になってからの、しかしまだおそらくは普通に宿場として機能してたんじゃないですかね、平塚宿の光景がありますが、もう電柱が引かれてるんですね。電信が開通してたんだ。それはすごいなと思いますけれど、まあ、しかしどうにも閑散としているように見えます。それでなぜその平塚に人が泊まってくれなくて平塚宿の人たちは大変だったのかと言いますと、ここからお隣の大磯までの距離がわずか1里しかなくて、まあ、要するに4キロ5キロぐらいしかなくてですね、ですぐに着いてしまったからだそうです。大磯というのは今でもこれから紹介しますが、まあ、大変景色のいいところとして知られていて、別荘なんかがいつもできるぐらいの、ところですから、じゃあどうせすぐ近くに大磯があるんだったら大磯まで行っちゃった方がいいだろうということですね。みんな行ってしまいました。でそうすると平塚の人たちはもうお金がない、泊まってくれなくて困るんで、じゃあどうしたか、今ですね向こうに見えております。まあ、こういう宿場のところにですね人が立ってまして、あ、これはこれは旅のお方、もう夕方ですよ。え、そんなの言ったって大磯はもうすぐ近くにあるんだから、あ、大磯ぐらいまで行っちゃった方がいいんじゃないですかね。いやいや、旅のお方何をおっしゃいます、あそこにある駒山、これはあなたこれから越えていかれるんですよ。もう夜になれば親ハギが出るやもしれません。これもう悪いことは言いませんから、ほらほら、もう親の今日はお部屋もたまたま空いております、どうぞこちらお泊まりくださいませと言ってですね、そしてあそこにある駒山をこれから先東海道が越えると平塚の人は嘘をついて、東海道の旅人を無理やり、この平塚に泊めていたと、そうでもしないと、儲からなかったという話が伝わっています。平塚の宿場の謎は他にもいろいろあります。
例えばここも和菓子屋さんなんかあって雰囲気はとてもいいんですが、ただ平塚宿の中心部がここであるのに、なぜか中心部から外れたところの方が平塚市の現在の中心になっている。大体の場合はね、旧宿場の中心が今でも町の中心となっていることが多いんですが、なぜこうなっているのか、これはあの平塚駅が作られた時のことが関係しています。あの東海道本線の平塚駅が建設をされた時はまだ蒸気機関車でして、火の粉やら煙やらが、宿場の人がたくさん住んでいるところに来るのは嫌だと、当時はまだね、新技術の蒸気機関車というのは結構いろいろなところで嫌われていました。でそのために旧宿場から離れたところに駅を作らざるを得ないということになりました。でどうも最初に平塚駅が建設をされた当時、駅の周辺はもうお墓とかね、そんなのばっかりで、全然もうなんか人なんか住んでいない、もう完全なる城末だったようです。で一方で徳川の時代が終わりまして、もともとそこに存在していた別荘地も全部なくなって、そこにちょうど横須賀が近かったので、海軍の爆弾などを作る工廠が建設をされました。日本で最初の本格的な海軍用の武器製造工場だったといいます。そこは危険な作業が伴いますので、その代わり給料が高い、そういう人たちがですね、たくさんやってきて、そして平塚駅前のあたりでたくさん飲み食いをしてくれるようになりました。そこはお金をみんなが使う場所ですので、当然繁華街ということになり、そして現在宿場から離れている平塚駅周辺がかなり賑わうということになったわけです。まあ、旧宿場が廃れた理由っていうのはいろいろあるんですけども、結構ねよくあった理由として、あの鉄道を引くことを嫌がったっていうのがあったみたいで、鉄道なんかが来たら宿場が廃れてしまうじゃないかと言って、それで引くことを嫌がった結果、みんなですね、そもそもその町に全くもって立ち寄るということが完全になくなってしまった。それで廃れたと言われているのが、あの私の生まれましたですね、あの中山道の第1番目の宿場町の板橋宿だと言われています。さてそれでは今前方にちょうどまた、ね、石が組んであるのが見えますけれど、ここが平塚宿の上方見附、要するにここまでで平塚の宿場は終わりです。次は大磯です。前方にですね、駒山が見えますけれど、ここから東海道は左にそれます。ただ、まあ、こんなの分かると思うんですけど、この山を越えなきゃいけませんよとか言われてもね、いや絶対そんなわけないだろう、こんなおにぎりみたいな形した山わざわざ上まで行ってね、おおびっくりした、トンボか、でかい蜂かと思いましたよ。あのこんなおにぎりみたいな形した山をわざわざ上まで登って降りるんじゃなくて、普通に脇避けて通りゃいいやんっていうの、そんな誰も思うと思うんですけどね。インターネットリテラシーみたいなのがあれば、平塚宿の人たちの嘘にも騙されなかったんじゃないかと思います。さてもう早速ですね、平塚の宿場を抜けるとすぐに大磯町に入ります。今でも平塚と大磯は町としては別なんですよね。だいたいね、旧宿場もいくつかもうくっついちゃって、例えば、神奈川、保土ヶ谷、戸塚なんか全部横浜市になってるわけですけど、平塚は大磯とは完全に別です。大磯町はあの観光地としては多分かなり位が高くて、お金の入りもいいんじゃないですかね。だから箱根とかと同じで合併とかをする理由がないので、平成の大合併の後もずっとそのまま残るということになります。左手これですね、相模貨物駅です。 JR 貨物の貨物駅取扱駅です。平塚大磯は1キロとは言われていますけれど、実際にはね、あ、間違い、1里と言われてますけれど、実際には多分 2,3 キロぐらいしか離れてないんじゃないかな。まあ、あっという間に到着してしまいます。こっちが旧東海道ですね。松並木がまたよく残ってますが、まあ割と新しいやつもあるので、もしかしたら後でまた植えてくれたのかもしれませんね。いいな、今までで一番旧東海道っていう雰囲気だな。これ下が未舗装だったら完璧なんですけど、さすがにそういうところはないでしょうね。素晴らしい、まさに浮世絵の世界です。東海道の第8番目の宿場大磯に到着です。東海道線の線路の脇にこんなに素敵なところがあったんですね。快速アクティがここをすごい勢いで飛ばしていきます。ヒガンバナが赤くレッドカーペットを作っています。これもまたすごい木だ、これ倒れてるってのがいいね。
ここが奈良海別荘地大磯駅です。裏を見ると早速あんな洋館みたいなのが建ってますが、あれもきっとどなたかの別荘でしょう。明治になってからこういったものが数多く建つようになりましたので、町の調子も江戸時代というよりはちょっと明治っぽい感じもします。駅前発車メロディーが聞こえるようなところに当たり前のようにこんな立派な洋館も建っています。確かねレストランかなんかになっていて入ることができたんじゃなかったかな。ただまだ朝も早すぎますし、今回の東海道の旅ではあまりレストランに、ね、寄る時間というのもちょっと苦面しがたいなと思います。素晴らしいね、これぞ湘南という感じだ。この砂がねあまり美しくないのがいい。熱帯魚を飼ってるんですけどね、確かねこういう砂利のことを大磯砂って言うんですよ。まさに大磯みたいな砂だからそういう名前なんじゃないですか、知りませんけど。お、これはなんだ、フジツボか。まだ生きてるな、かわいそうに。助けてやるか。岩にくっつかずに生きられるのかは分かりませんけど、あん中へ投げ込んでやればとりあえずすぐに死ぬことはないでしょう。フジツボってあれなんですよ、ちゃんと動物でね動くんですよ。ちょっと動いてくれる、命とりあえず助けてあげるから。ほら動いてくれたの分かりましたかね。うわー、これ海あるあるですけど、もうちょっと待ってね。うわー、危ない危ない、近寄れないよ、波が大きすぎて。すごいな今日は。これちょっと波が落ち着くパターンか。ダメだ、まあこの辺に置いときゃいいだろう。じゃあよいしょ、悪いね、あの辺でちょっと海水浴してくれる。でもこれでもあんまり彼らの助けにはならないかな、また打ち上げられちゃいそうだしね。でもよく考えたらあのフジツボってのはね、別に完全に海中じゃなくてもたまにあの陸に上がったりとかしても別に死んだりはしないんですよね。だからあんなことしてもありがた迷惑だったかもしれないけど、まああれが理由で死ぬこともないでしょうから、まあいいかな。ともかくこの景色をご覧くださいよ、今日のこの大波。と見てあそこの後サーフィンの人がかっこよくサーフィンしてくれれば一番いいな。これは来てよかったな、しかし本当にこんなに大きな波が次々寄せてくるとは。いつもこうなんですかね、あのサーフィンの人に聞いたらわかるかもしれないな。これは素晴らしい景色ですよ。東海道の旅の醍醐味はやはり寄り道。しかし寄り道をしすぎると今日の目的地箱根へたどり着くことはできません。まあできると思いますけど箱根は近いんで、まだ朝の9時ですし、だからまあそろそろ出発かな。ちなみに私が今日の朝出発をしてきた江ノ島もここから見えるんですよ。そのまま見えますよね、江ノ島からこっちが見えたんですから。逆光で分かりづらいですけど、あれだな、灯台のシーキャンドルが立っているのも見えます。あそこからここまで、まあ、2時間半ってとこですかね。ここ大磯は海水浴発祥の地ということにもなっております。あの明治時代ね、海水浴やると健康にいいんじゃないかっていうのが始まったらしいんですけど、ここは日本で初めての海水浴場。適当にその辺で浴びりゃいいのかっていうと、なんか当時からね別にそういうことはなかったみたいで、あの漁師がなんかあのこんなところ海水浴なんかされたらお前漁の邪魔だろうとか言ってたのを、あのなんか陸軍かなんか海軍かなんかの人がですね、あの説得して、それであのできたそうですよ。海水浴に名を得たる大磯見えて波涼しって感じですね。今日は見ませんでしたけど、これね、カツオのエボシに注意。こういうね、カツオのエボシっていうクラゲがよく打ち上げられてるのを見るんです。これ普通にいるんですよ。でね、これ、このすごい長い触手があって、これに触れると、下手すると死ぬんですよね。そういうものが当たり前にこういったところの海岸に打ち上げられてるんです。これとんでもないトラップだと思うんですけど。海ってね、本当に普通におっかない生き物いるんで、かなりそういう注意書きもたくさんやった方がいいと思うんですけどね、僕は。さてそれではここから少しだけ東海道を外れてね、一本左の道を通って、まあほんのちょっとだけ進むことにします。この辺の方が海岸線で景色も綺麗ですから。生しらすの上りが上がってんな、今の時間で食べられんの、やってそうだな。ちょっと寄っちゃうか、大磯はやっぱ寄り道しがいがありますからね。今日はまあ時間に余裕があるし。立派なしらすですよ、今日の朝に取れたやつ。これで300円ですからね、安いですよね。あの江ノ島で売ってる1500円とか2000円のあのめっちゃ高い観光地価格のシラスを食べるのがなんかバカらしくなってしまう、ここに来ると。そんなにそもそもシラスって高いもんではないですからね。まさに
ここで取れたものですよ、相模湾。今日の朝、向こうの港に着いたものだそうです。美味しいですね。僕今までね、釜揚げしらすは美味しいけど、別にそんな生しらすって言うほど美味しくないんじゃないかと思いながらこれまで生きてきたんですけど、美味しいですね。多分鮮度だと思うんですけどね。 いい体験をしたわ。たった300円ですよ、それも。店の人にはもうすっかりよくしてもらっちゃいましたよ。もう撮影のお礼だってね、保冷バッグまでタダでつけてもらいました。本当はあれなんですよね、多分あそこで持って帰って自分家かなんかで大量消費する前提なんだと思う。もうなんか売り方もキロ単位とかだったし、1キロ3000円なんですけど9900円の会計をしてる人がいたから4キロぐらい買ったっていうおじさんがいたんだろうな。僕はその中で言えばね、800円しか使ってないんですけど、あの生しらすもね、僕はあんまり好きじゃないって話さっきしましたが、結構生が嫌いだけど食べてみたら美味しかったって言ってくれるお客さんが多いという話をしてましたね。実際そうだったもんな。大磯は大変素晴らしいところでした。ここにね、松本先生謝恩碑って書いてあります。これはあの犬飼剛総理大臣が書いたものだそうですけれど、松本先生というのはこの大磯で海水浴やったらいいんじゃないかなと言って、日本に海水浴の文化を導入した海軍の軍医さんの名前だそうです。さて次の宿場は向こうです。小田原、小田原市が向こうに見えていますが、逆に言うとあんなに霞んでいます。大磯から小田原は遠いのです。険しい山の手前を小田原へ向かおうと思ったら、まだここにも紹介するべきもの、湘南発祥の地。これなんか中国かなんかが確か湘南という言葉の由来だったと思うんですけど、そうですね、そう書いてあります。もともと湘南というのはこの大磯の地を示す言葉だったそうです。この東海道沿いの古い文化人たちが集まったお家、まあ、今でもね、連句会というのをやってるようですけれど、これが湘南という言葉を生んだ地のようですよ。さあ今また上方見附を過ぎまして、ひときわ立派な素晴らしい松並木の中を抜けていますが、ともかくもう大磯は終わりました。次は東海道第9番目の宿場町、小田原です。またしばらく走ってきました。さっきですね、吉田茂って跡とかいたのがあの辺の山を切り開いたところです。あそこは山を崩してしまったんですね。さてここ東海道から200メートルほど海側に入ってきたところですが、ここは大磯プリンスホテル、まあ、大磯界隈のランドマークと呼ぶべき建物かと思います。大磯ロングビーチも併設していて、海水浴客にも大変人気のあるところです。これがここに立ってる理由はまあいろいろあって、まあおそらく一番は景色が良くて人が訪れるからでしょうが、他にもこれは西部系のホテルですけれども、その西部グループのオーナー家族の、堤家のですね、別荘がちょうどこの近くにあるそうでして、それも、おお、コンボ引いちゃうとこだったな。それも結構深く関係しているのではないかと思います。今時刻は11時20分、右手には東海道本線神津の駅が見えます。もうそろそろ小田原です。まだだいぶ中心部までは距離がありますが、しかしだいぶ街並みが近づいてきました。そしてここからいよいよ左手、今日はちょっと霞んでおりますけれど、箱根の山並みを見ることになります。これです。今日これからこの険しい山の上へ登っていかなければいけません。今ほとんど海抜は0メーターですが、ここから700メートル、それぐらい登るのかな。とんでもないことですよね。できんのかなそんなこと。確かそんぐらいだったと思うんですよ、登る標高。向こうまでですね、ずっと伊豆半島が伸びていまして、この辺も伊豆の山並み、天城山など有名な山がありますが、まあそういうわけで
もう全くですね、ここから先避けていくということは不可能。地図を見てみますか。この山を避けていくとなると相当の遠回りを強いられます。そこで我が東海道はこのように山をですね、ほとんど最短距離で通っていくということになるのです。鉄道はさすがにこの構図でリタイアしました。ここから大きく右へ逸れていく線路がありますが、これが旧東海道本線、現在の御殿場線です。いよいよこれから先、かつての東海道本線も通れなかった区間を私の自転車で走り抜けるということになります。箱根の山もだいぶ近くまで来ました。今、高輪橋です。この高輪川を渡ればいよいよ小田原の中心部に入ります。いや、長かった。今、時刻11時40分。この高輪川は、最初は船で渡っていたらしいんですが、その後ですね、江戸時代の中頃ぐらいかな、富士山が大噴火しまして、でスコリアってなんかそこから降ってきたものがですね、たくさん溜まって、そして水深がかなり浅くなったそうです。それからは歩いてでも渡れるようになりました。まあ、川渡る時のこのなんとも涼やかなことといったら、あそこカモみたいなのがいるんですけどね、カモも水浴びして気持ちよさそう。やっぱなんだかんだまだ暑いんだ。朝は寒かったんですけど、日中になると暑くなります。小田原市街まであと2キロかな。着きましたよ、小田原ですね。ここが小田原宿の江戸見附の跡ということになっておりまして、まあ、全くそれらしいものはありませんが、こんな風にですね、ちゃんと縦看板みたいなのもあります。長かったですね。上りが多かったからだと思うんですけど疲れましたよ。まあ、まだ宿場の中の方にはこれから入るわけですが、小田原も平塚と同じかな、宿場の中心部とあの町の中心部が鉄道の関係でずれたパターンなのかな。ここにいい写真がありますよ。どうしても写真なんでね、江戸時代の写真っていうのはほぼ存在しないわけですけど、これ大正時代のやつですが、後ろに見える箱根の山並みは今と変わりません。ここ線路が引いてありますけれど、小田原の町はね、残念ながら最初鉄道は来ませんでしたので、東海道線から外れてしまったので、町がちょっと廃れ気味でした。でそこでさっきの神津から小田原までを、最初は人力車みたいなやつ、そして馬車、最後は電気鉄道となって電車を引くことになったのです。上にその路面電車の架線、電気を取る線のね、あれがちゃんと映っています。まあ、東海道線ができたのでこれは廃線になったわけでしたが、石垣があるけどこれは関係あんのかな。小田原といえば江戸時代だけじゃないですよ。有名なのは戦国時代のね、豊臣家の、小田原攻め、最後まで戦国時代に落ちなかったのがこの小田原の町でした。小田原城は戦国時代では一番大きなお城だったそうでして、でここからまだお城までも結構距離があるんですが、それは今の時代の話でして、昔のね、小田原城の時代の時はもうここからお城の中だったそうです。お城の中なんだけれども結構人が住んでる、まあ、逆に言うと普通の町並みをお城の防衛施設としても使っていて、その取り囲みの大きさがあまりにも堅牢だったので、どうやっても落とせない難攻不落のお城だったわけでした。ちょっとまた少しだけ街道からといってもほんのちょっとですけれども、やってきました。 JR 東日本、東海、そして小田急電鉄、さらに箱根登山鉄道、いろいろ来ますね。小田原駅です。こんなに立派な駅ビルでしたっけ。多分そうだったんだろうな。びっくりしちゃいました、久しぶりに来てね。やはり小田原へ来たらばかまぼこを買わないといけないのでしょうかね。小田原のかまぼこといえば鈴廣です。ここで買えば間違いはありません。
親切なことにね、バラ売りもやってくれます。これで美味しいかまぼこ食べて箱根、とりあえず、箱根湯本まではまあ余裕で乗り切れるでしょう。あ、ちなみにこれ自転車ですけど、タダだったらいいなと思ったんですが、残念、これですね、あのまず現金しか使えないっていうのも残念なんですけど、めんどくさいからね、これでした。12時間ごと100円、ちょっとで取り出してもね、タダではありませんし、まあしょうがない。これ見るとオダグルって書いてあって、あの小田急系みたいなんですけど、まさかの小田急直営なんですよね。そういうのあるんだな。なんか大体こういうのってグループ会社とか子会社とかがやるものじゃないのと思ったんですけど、普通に電鉄がやってるみたい。お腹減ったんで早速1個食べてしまいますが、立派ですよね。200円です。うん。魚食ってる感じがする。さて、それではもう一つのかまぼこはお城の上で食べるために取っておくことにします。前方に見えますね、小田原城の天守。JR や箱根登山線の線路自体に急な坂道を上がっていくとお城の入り口です。こんな一般庶民がお城の中に入れるなんてありがたい時代になったもんですよね。昔最強往復切符で来ましたね。お金なくてかまぼこしか買えなかったんですけど、やることは結局今も変わらんな。ここに来て天守眺めてかまぼこ食べると、結局それが面白い小田原の楽しみ方だったってことですよね。立派な天守、これは再建のもので、さすがにあの昔からのものではありませんが、下の石垣は多分そのままなんじゃないかな。400円で甘酒を買いました。冷たいやつね、もちろん。体力の回復には重要ですよ。ここで休憩しておかなければ、ここから先箱根宿までの辛い道中はさすがに参ってしまうんじゃないかな。なお小田原までで本日電動自転車のバッテリーを半分使っています。まあ、逆に言うとまだ半分ともう1本あるということになります。多分余裕でいけるんじゃないかな。これもう1個のなんだかわかんないですけど、こういうちょっと変わった3枚セットのこういうのを食ってるわけですけども、さつま揚げみたいな味ですね。みりんが効いてるのが消化か。とちなみに今日の出発地点の江ノ島からここまで何キロだったか見てみましたら、今のところ35キロだそうです。あと15キロで箱根ですから、まあ時間的には十分でしょうね。12分と言ってもいいな。上りならば右の方、下りならば左側、そういう風に言われております。これですね、右手にですね、こんな立派な建物が現れました。これだな。アナウンサーになる人はね、今から私が読み上げるような簡単な、まあ、短い文章一節を読み上げて滑舌の練習をするそうです。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を立って日売上方総州小田原一色町を好きになられて青物町へお入りになされれば、欄干橋、虎屋等へもただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。なんてこれもうちょっとね、あの長く続くんですけども、あの生麦、生米、生卵とか赤巻紙、青巻紙、黄巻紙とか、そういう風な早口言葉がこの後出てくるんですが、ここ欄干橋というんですね。それで中に入ってね、買い物もしてきました。あの店先のそこのところ手前だったら自転車置いていいです、置かしてもらいましたけどね。買ってきたのはこれです、ポチンコというね薬。持ち得るときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す、よってその名を帝よりポチンコと賜るということなんですよ。こんなめんどくさいことしてたのこれですね、ひらがなを持ってウイローと書いてあるのが本家本元のこの薬だそうです。これ何なのかと言いますと、あの歌舞伎かなんかの江戸時代の有名なやつで、ね、あのウイロー売りというのが出てきて、でこれをあの売るんですね。でこれを、飲むと、胃、心、肺が健やかになりて、薬ですからね、ということなんですが、見ると腹痛、下痢、絞り腹、胃の痛み、胃系、慢性腸炎、食中毒、吐き出し、吐き気、酒の割り酔い、うぬぬ感染、声の腫れ、息切れ、喉の痛み、咳、痰の使い、心臓を気をつけ、なるほど、飛行機の良い、山の良い、西田病、夏負け、寒さ負け、また強行よし、うぬ、まあ、要は何にでも効くってことなんだと思うんですが、副作用がありまして、口の周りが大変達者になると。
そんなら私みたいなやつはとりあえず服用しときゃいいのかなっていう気がしますよね。こういう仕事してますから。さあ前方右から左、昭和3年から開業しました東海道本線です。左に行きますと早川、根府川、真鶴、湯河原、熱海方面、こっちの道を行った方が現在では楽ですが、昔は海の際のところに道を通すことはできていませんでしたので、こちらの箱根峠を越えていくということになるわけです。でもこっちやっぱ箱根回っていった方が最短距離なんですよね、一応確か。そしてこの左手バス停の名前ですね、板橋見附とありますが、すぐ近くに箱根板橋という駅があり、そしてまたここが小田原宿の箱根側の出口ということになっています。登山電車がキーキー音を立てているのが聞こえるな、ちょっと行ってみたいですけどね。前方には東海道新幹線の高架もあります。これで小田原宿の上方を出発、次の宿場はいよいよ箱根です。今日の最終目的地であります。また小田原はですね、現在でこそこれだけ栄えているなという感じですけれども、昔は相当やっぱりこれもきつかったそうでね、お隣の箱根大磯それぞれが離れていたので、小田原にかかる負担がかなりあったということです。なもんでもう小田原なんとかならないかということをずっとやっていたんですが、その辛い江戸時代が終わってようやく、ね、宿駅制度が廃止されて、じゃあ普通の街になるかなと思いきや、今度はですね東海道本線がここを通らないということで、やはり、今度は人々の流れから取り残されて、それはそれで辛い。だから昭和3年にここは東海道新幹線、間違えました、東海道本線が通るようになってからですね、小田原の人はもうかなり喜んだと聞いています。さて今ちょっとだけ旧東海道から外れていますが、こちらにですね、早川の流れがあります。今、ちょうど向こう、EF210 の桃太郎の300番台だな、貨物列車がね、早川を渡っていくところですけれど、この早川が流れていたおかげで、私たちも自転車や徒歩などで箱根の山の上へ簡単に登ることができるのです。徒歩だけじゃないですね、バスも鉄道も、みんなここ、今一緒になって通っています。これから先の箱根の山は本当に険しいものです。昔は特に富士山のような形をしていたようです。ただそのカルデラの、まあ、頂上のところにあるですね、芦ノ湖、そこから水がこうどんどんと流れてきまして、そしてこの早川の渓谷を作りました。そこだけは標高が低くまだなだらかなので、谷の間を通って私たちは箱根の山の上へ向かいます。小田急ロマンスカー VSE の登場です。かっこいいですね。いいロマンスカーだよな。つくづくいいロマンスカーだと思いますよ。あのロマンスカーも箱根の険しい山へ挑む列車の一つです。普通の電車が登る坂道じゃないですからね、この坂道。なんだこの坂道か、自転車に乗っていると大したことない坂のように見えますが、鉄道車両にとっては相当レベル 40mm の連続勾配がこの先に控えています。鉄道にとってはかなり険しい道にですが、電動アシスト自転車にとっては大したものではありません。昨日の夕方に越えたゴンタ坂、ああいったものにはまだ出くわしていないですね。上の鉄橋、これはすごい古いものですよ。ロマンスカーエクセが降りてきました。いやロマンスカーいっぱいで嬉しいね。でもさっき VSE が行ったから同時に2つ入ってったんですね。箱根の観光は小田急がかなり多分盛んだと思いますけど、今向こうに西武のバスが来ました。実は西武グループも箱根を結構盛んに開発していまして、お互いに競合しています。この右手こちらは確かね、箱根登山電車が終点までの間に最後に経験する下り坂じゃなかったかな。お、なぜここからなのかは僕は分かりませんけれど、ついに神奈川県箱根町です。これが神奈川県最後の町ということになります。最後の自治体って感じかな。お、
これラッキーじゃないですか。山の上からちょうど登山電車が降りてきましたよ。ベルニナ号とアレグラ号を連結した3両だ。ここで登山電車の姿を見るのはね、珍しいです。回送電車しか通らないので。あ、いい景色見たな、これは。ロマンスカー VSE が新宿へ向けて帰っていきます。あれに乗れば1時間少々で着いてしまいます。私はここまで実に1日と半分、まあだいたい1日ちょいってとこかな。結構かかってますよ。でも横浜まで60キロ、昨日の今頃は横浜にもまだ着いてなかったわけですから、だいぶ進みましたね。箱根湯本の駅すぐ手前のところまで来ました。今度やってきたロマンスカーはエクセアルコア。ただ歩いているだけでも鉄道マニアにとって楽しいところです。でもロマンスカーってのはきっと鉄道マニアじゃない人にも通れば嬉しい気分にさせるような、そんな作用があるんじゃないかと思ってますよ。ここから先国道1号線は引き続き箱根湯本の駅方面に進んでいきますが、旧東海道はこちら三枚橋を渡ります。すぐ脇に早川の流れを聞きます。この橋の名前三枚橋ですが由来がありまして、昔はねここに橋が3つに分かれてかかっていたそうです。それで三枚の橋なのかというと、ただ一言そういうわけでもなく、手前から地獄橋、極楽橋、それで3つ目が三枚橋って言ったのかな。その3つの橋を渡った先には宗雲寺というお寺がありました。三枚橋を過ぎてからは上りがきつくなりましたね。電動アシスト自転車の使い方はねネットでよく調べたんですけど、ギアはこまめに変えることでかなり体力を温存できるそうです。実際、まあ、ちょっと疲れてきたかなという程度、疲労困憊という状態にならなかったのは意外と予想外でした。ここですね、宗雲禅寺と書いてありますけど、臨済宗のお寺だそうです。江戸時代罪を犯して逃げてきた人たちはさっきの三枚橋を渡り、そしてこの宗雲寺に入ってしまえばもう罪を許されるということになっていたそうです。江戸時代ってなんかもう慈悲も何もないようなね、すごいもうなんかちょっと侍に失礼なことしたら首跳ねられるみたいな、そういう印象ですけれど、こういう不思議な救済措置もあったんですね。本堂は拝観謝絶ということになっていますが、見学料としてねお賽銭は納めていこうかな。天井もすごいな。千社札っていう呼び方でいいんですかね。この賽銭箱ですら大正5年ですからね、これもすごいですけど、これ再建1627年で、あ、現本堂は寛永年間なんですね。あの北条氏が滅亡したから徳川家光の時代かな、もう一回建て直したそうですけど、でも1790年か、じゃあ江戸時代は80年もこの建物は経験したんだ。正直なんかご飯食べたいんですけど、あとまだ十何キロ上りの道が続きますよ。いよいよここからが急な道ですから。東海道はこれまでにないぐらい険しい道のりに姿を変えました。こんな山道でも歩いている人がいます。旧東海道の箱根越えを体験したい人たちではないかと思います。ここで昔の箱根越えの様子よく表現している歌があります。まあ大変有名で小学校で教わった方が多いんじゃないかと思いますけれど、山道を登りながらちょっとたまには気分を変えて披露してみようと思います。箱根八里、八里ってのは何かと言いますと、先ほどの小田原宿から箱根宿、そしてその次の静岡県に入ります三島宿までの、32キロ箱根八里というわけです。まずは息を整えてから、急な登り坂ですからね。箱根の山は天下の剣、暗黒観のものならず、万丈の山千人の谷、前にそびえ尻に誘う、雲は山をめぐり霧は谷を閉ざす、昼なお暗き杉の並木。
ちょっと待ってください。幼鳥の処刑は苔なめらか、一夫三にあたるや万夫も開くなし。あ、ちょ息が。天下に旅する豪気の者の不在と腰に足だがけ、八里の岩根踏みならず、格こそありしか王子の者の踏む。あ、ちょ歌いながら登らず疲れますけども、今の、まあ、分かりやすい日本語の言葉を私なりに訳したものを皆さんにお伝えしますと、天下の剣とも呼ばれておりますこの箱根の山は、中国にある有名な関所、函谷関と比べてしまえばもう向こうが霞んでしまうもの、比較にもならないぐらいすごいところです。万丈の山というのは、まあ今で言えばまあ何万メートルもの高さにも感じられるこの高い山、先人の谷は深く切り込んだ本当に深い谷、そういったものがこの箱根には常に並んでいます。前にも後ろにも絶え間なくあるのです。雲は山の間のところをくるくるこう巡るようにして漂っていて、ふっと出てきた霧が谷の底を閉ざしています。昼、真昼間だというのに杉の密林、鬱蒼とした杉並木はかなり暗くて、かなり暗いところですと、まあそんな感じかな。羊の内臓のように苔が表面を滑らかに覆った、そんな小さな道が続いています。箱根の関所はそう簡単には攻め落とすことはできません。一人が守れば、一万の兵でこれを攻撃してもきっと落とすことはできないでしょう。実際には落ちると思いますけどね。もともと関所というのは軍事施設でした。まあこの箱根峠を全部登っていったところに箱根の関があるわけですが、江戸時代当時の各地を旅していく東海道の旅人、強い旅人たちは大きな刀を腰にかけて、下駄を履いて32キロも続く岩山の道を下駄を鳴らして抜けていくのです。昔の箱根の人たちはこんな風であったのですね。これがですね、今私が歌った箱根八里の歌詞の内容です。まあ実際こんな感じだったそうですね。今日は藤沢からずっと基本的に国道1号線を通ってきていますが、しかしこの今通っているこの旧東海道のこの道はね、国道1号ではありません。当時から最短ルートでした。あの東京と大阪を陸路で行く場合は一応ここが最短ルートということになっていて、実際この脇に高速道路、有料道路みたいなやつがなんかあるんですけども、しかし国道を整備した時ここが1号線ではなかったのは、1号線はわざわざ遠回りをするルートを選んでいたからです。これは坂道が急だから遠回りを選んだというよりは、高野沢、強羅、まあそういったあとは仙石原かな、名だたる観光地がありまして、これはきっと外国人がどんどんこれから日本にやってくる明治の時代にここを国道に指定してしっかりと整備しておくことは日本の発展にもつながるだろうということで、国道1号線はあえて観光地を通る遠回りルートを選択し、そしてそちらの方面に箱根登山電車なども行くようになり、箱根駅でもまたそのルートを採用しています。お、下りか。下りは楽でいいけど、またこの後に登らなきゃいけないということだからね、まあ、これが自転車の醍醐味でもあるし、登るって言ったって私は電動アシスト自転車とかが知れてます。お、もうバッテリーがさっき騒音時のところにいただけば 10% だった、20% だったのにもう 10% 減って、あと 11% になっています。恐るに足りません。実際のバッテリーの残りはまだ 110% です。私はあと2つ変身を残しているのですよって言って、あのフリーザーの気持ちがなんとなく分かってきます。まさに万丈の山とはこういうことですね。遥か上の方に赤い鳥居があるの分かりますか。あそこまで上がっていくのか。山の険しさは今のところまだこの電動アシスト自転車ならばどうにかなってしまう程度ですが、道が狭いのが気がかりです。国道に指定されたわけでもないし、現在では東西交通の要というわけではないですから、だからあまり整備がされていなくて、自転車が安全に走れるような幅があるかというとないということが、まあ言いたかったんですけども、
いいですね、素敵なこんな谷川滝があるじゃないですか。冷泉のなんとかって書いてある、読めませんけども、箱根は水の豊富なところです。さあ一度坂道で止まってしまったけど、坂道発進もやはり恐るものではありませんね。ギア1にして思いっきり踏み込めばもうむしろ勢いがつきすぎるぐらいだ。バッテリーはどんどんなくなっていますけどね。さっき 12% だったのは3分前ぐらいですよ。もう 10% になりました。3分で 2% ってことは、でもあと30分は持つ計算なのか。大したもんですね。30分も走ればかなり上の方まで行くんじゃない。ちなみに今回登っていく標高ですけれども、ですね、845m だったかな。そこまで登っていくということで、さっき小田原のところはほぼゼロだったわけですから、構図のあたりすごいことだよ。何がすごいかって、こんな山の上まで登って毎度毎度大阪まで向かっていたという歴史的な事実もすごいし、そこを軽々と運んでくれるこの電動自転車もすごいと思います。もしやこれか。まだ芦ノ湖までの道中しばらくありますけれど、これが昔の東海道だったんですね。さすがにこのルートに関しては今ではもうこれを整備して使うということもできなくて、ところどころがですね、古いこういった状態で残っています。これが先人の谷かって感じのね、いい谷川が下流れてるんですよ。まあ要するにこれが早川の作ってくれた箱根の昔の道筋というわけですね。あそこからもまた水が湧き出ていまして、本当に水が綺麗でいいとこなんでしょうね。自動販売機でね、箱根の水も売っています。後で小田急系の自動販売機で買いましょうね。昔からこういうところに橋がかかっていたのかな。もしかしたらああいうところを斜めになりながら移動していたのかもしれませんよ。でもね、ここはやっぱり今の東海道新幹線の昔の姿だと考えればいいわけですから、昔から重要だったんだろうなっていうのがね、目につきます。これわかりますか、この笹の裏側にこれ多分工事したんですよね。石垣があって、昔の東海道の整備をした人がこんな大変なものをここに組んで、それで崖も崩れにくいようにしたんでしょうね。これはしばらくの間遊歩道ということでずっと奥の方へ続いておりまして、ずっと行けば昔のですね、そのまんまのルートを使って芦ノ湖の方まで至るということも可能です。明治以降結局ほとんどここに新しく手が加えられることがなかったために、だからこそ昔の時代の姿がかなり色濃く残されています。どこまでもこのまま歩いて行きたくなっちゃうな。自転車通りに戻らなきゃいけませんからね。結局どれだけ進んでも元通りなのですが、ここら辺でやめておくか。登った先はどんな風になってるのかなって、ずっとただの杉並木なんですけど、それで結構って感じですよ。あ、なんかまた渡りたくなっちゃうようなものが出てきたな。渡んないとね。ここは水が流れることがあるんでしょうね。おペンギンみたいだ。本当に暗いね。実際このように至るところが苔滑らかですよ。すみません、大変失礼いたしました。これね、福門川という川だそうでした。私てっきり早川だと思ってたんですが、早川は登山電車の方でしたわ。今でも川止めがあるんですね。川の水が増えている間は通れませんので。さあそれでは引き続き出発です。さっき皆さんに紹介した箱根八里の歌ですが、2番の歌詞もあります。
急ですけれど、ちょっと歌うか。箱根の山は天下の層、食の三度数ならず、万丈の山千人の谷、前にそびえ尻へに誘う、雲は山を巡り霧は谷を閉ざす、昼なお暗き杉の並木、幼鳥の象形は苔滑らか、一夫間にあたるや万夫も気楽なし。それだ、ここまで歌詞が一緒なんですけど、いや疲れてるね、息が上がっただけです。それ引き続き、山野に狩りする豪気のマスラを猟獣肩にわらじかけ、八輪の岩根踏み破る、かくこそありけれ金字のマスラを。あ、疲れましたけども、あ、今女殺し坂って書いてあったな。お、女性がここで登れなくなっちゃうから多分そう言うんでしょうね。殺すっていうのは殺人の方ではなくて、転がすっていう方の字を書くようでしたけど、今歌った2番の箱根八里の歌詞はですね、昔の箱根に対して今の箱根を歌っているものでして、ただこの歌は明治時代に作られたものです。最近の若者はこのようであってほしい。肩に猟銃をがっつり担いで、わらじを履いて、八里の岩根をガシガシ登っていく、箱根の山を自分のものとして制覇する、そんな風になれたらいいですけどね。わらじ履いてこんなところ登れるかな。僕は三越で買ったまあまあいい靴を履いて自転車に乗っております。電動アシスト自転車ね。自分の持ち物で人になんかこれはこういう上等なものなんですよって言えるのが三越で買った靴しかないからな。なんかめちゃめちゃね、坂がきつくなったなと思って、それ頑張って登ってたんですけど、したらね、バッテリーが切れてましたね。ついに 0%。 あとは8キロで目的地、箱根宿ということになっていますが、まあ、実際にはもう少し仙石原まで行くんですけど、2日目は切れるのが早かったですね。やっぱり上り坂がいっぱいありましたんで、でも思ったより長持ちしたな。これ昨日行ったかもしれないですけど、結構高いんですよこのバッテリーが。でもね、バッテリーの予備があるっていうだけで安心感が違います。これでこんなあと8キロも峠を登るっていうところでね、バッテリーが切れたなんてことになったら絶望ですからね。 100% になったらね、多分ね、あ、動きも良くなりましたが、あ、全然違う、楽ちんだ。王子のもののふだか王子のマスラオが効いて呆れるかもしれないですけどね、お前そんな楽してんのか。まあでもみんな自動車でアクセル踏むだけで登ってるんだから、それに比べればまあ別に近似のマスラオにふさわしいことをやってるかもしれません。楽々だな。でもね、あ、口笛を吹くほどには余裕はないわ。一生懸命頑張ります。あら、道がなくなっちゃうじゃんかな、これ。落ちろっつってんのか。あ、こっから先はまたあれなのか、八里の岩根に続くんですね。おー、まさにこれぞ昔の東海道の姿だ。今日は箱根観光ってことで、いろいろ時間は余らしておりまして、まだ2時台です。よし、ちょっと行ってみよう。これはすごいですね。苔滑らかでいいけど、雨が降った後とかね、朝露に濡れてる時とか危なそうですね。こういう感じでいいのかな。昔の箱根の人たちはこうだったんですね。これどこまでも行けるけど、蛇とかが出てきたりそういうことだって、まあ、あるでしょうね、山道ですから。
はい、今どうもヘアピンカーブのところに来たようですよ。確かね、旧街道、まあ旧東海道ではないけれど、旧東海道沿いのこの道は732号といったかな。何箇所も何箇所もカーブがあって、七曲がりと呼ばれているところです。本当に7個かどうかってのは別なんですよね。七曲がりってのはいろいろあるんでね。下ったところではスピードをつけときましょうね。こんな図がありました。今ね、愛の宿の畑宿にいるわけですが、あと一里八町だから、もう小田原箱根間の4分の3は、いや、5分の3ぐらいは来たわけですね。まあまあまあ、もうちょっとですけども、東海道まだまだ長いね。ちょっと寄り道して今また旧街道の方へ来ました。もうあんまり長々とは見ませんが、これですね、畑宿の一里塚。まあ塚っていう通り、こうやって土を盛ってるわけでして、右にも左にもそれぞれやっぱりありますね。ただあの石みたいなのはないのかな、これよりどこどこみたいなのは書いてはありませんが、そのまま土を盛った状態で残っています。大丈夫だな、大丈夫だな。まさにあれこそ旧東海道の石畳の上を思いっきり踏み破ってるっていう感じだな。いや別にあの文化財を破壊してるとかそういう意味ではなく、まあそう正直そうなってるかもしれないですけど、別にそれ悪い意味で言ったわけではないんですが、すごいね。こっから先はね、文化財ですから車両進入禁止ということになってるんですが、右と左とそれぞれの一列が、こんなに大規模にしなくても石を置いときゃいいんじゃないかって気もするんですけどね。渡り切りましたけど、見てください、これ今日走ってきた道のりが全部見渡せるではありませんか。七曲りを渡ったその先に見晴らし茶屋というのがあるそうでして、今日ずっとこの海岸をひた走ってきたのです。眼下に小田原市、霞んでいて分かりづらいですけど、あれは江ノ島ではないのかな。多分そうだと思うんですよ、この松の左上にあるやつ。今日ここをこうやって来てこんな上まで登ったんだな、なんか感動的だ。残念ながらね、ここ柵がありまして立ち入ることができないんですけども、この見晴らし茶屋さんの土地みたいでね、3時に終わっちゃったんでもう入れないんですが、さあじゃあ引き続き行くか。
お、なんだ、あるじゃん。あったあった。あ、ないのかと思ったよ。入ろう。あ、疲れた。甘酒飲んでこう。私はね、甘酒っていうものがなんで昔風の観光地で多く売られてるのかを今理解しましたよ、ここで。甘酒って甘すぎるじゃないですか。あんな甘いと飽きちゃうじゃんかとか思いながらいつもよく飲んでたんですけど、今日はね、全然甘酒が甘すぎるとは感じなかった。なんか2杯飲んでもいいなっていうくらいでした。旅で疲れてるとその疲れをすぐに補給しね、飲む点滴なんていうぐらいに体力を回復させるのに大きく役立つんですね。観光地っていうのはただ観光するだけじゃなくて、昔の旅においてはきっと休憩地点という役割も大いに果たしていたでしょうね。この甘酒茶屋ですが、昔は13軒もここに並んでいたそうですけれど、現在はここ1軒が残るのみだそうです。すごいな、これ参勤交代諸大名休憩どころと書いてありますが、この建物は割と新しいんじゃないかと思いますけどね。多分ですよ。あそこのね、この石碑、明治大帝うんぬんかんぬん、明治天皇が多分東京へお移りになるときにここでお休みになったということでしょうね、多分ね。よし、じゃあ引き続き出発だ。道の反対に出てですね、あの力餅を食べましたけど、あれが本当にもう力がもりもり湧いてくる。あまりお腹いっぱいになりたくないというのもあります。というのはね、シラスがまだあるんで、シラス食べないと悪いよ、生まれてすぐに殺されちゃって。国道1号でしょう。旧道と新道が合流して、さらにもうしばらく下がるようですね。こちら合ってんだよな。はい、確認しましたけどね、合ってました。
こんないい下り坂ないですよ。後ろからプリンスホテルのバスが来てる。ここ速度制限、振動は何キロなんだろうな。あんまり出しすぎると危ないな。そろそろこれを降りたら足の方が見えるんじゃないかな。あ、見えた見えた。感動だよ。元箱根港ですよ。もうそろそろスイスイどんどん降りちゃう。あ、いいな。行きはあんなに大変だったのに、あそこが一番標高の高いところだったのか、もしかして。大変だったんですよ、これまで。いや、なんだかんだね、やっぱりずっとこの坂道はアシストが効いてるとは言っても力を緩めることなくひたすら続けてきて、そして前方に皆さんご覧いただきましたね、芦ノ湖の水の輝きをお楽しみください。さあ、このまま引き続き、後ろのバスもそんなにスピードは出さないから、私が先導しても迷惑にはならなそうです。なんなら前の信号は赤ですしね。芦ノ湖、東海道第10番目の宿場、箱根宿に到着です。振り返ればあれに見えるわ、箱根ロープウェイではないですか。あそこからまたさらに続いているのかな。多分そうでしょうね。大涌谷がこのさらに越えていったところにはあるわけです。さすがにあそこまでは登れませんよ。自転車で行けるルートもないしね。あちら、今芦ノ湖に出て行ったのは小田急グループの箱根海賊船、あれに乗れば反対側の桃源台まで向かうことができます。ここが元箱根港です。もともとこの上に大きな山があったようなんですけども、それは火山でどんどん爆発してですね、中身がなくなりまして、スカスカになった山がくぼんで、そしてお水もたまる本当に大きな穴になりました。向こうにですね、また別の船がおります。さっき、出てきましたのは小田急系列の箱根海賊船で、こっちは何て言ったかな、箱根遊覧船とかそういう名前だと、芦ノ湖遊覧船だったかな、これは西武系列です。ここでも箱根でですね、小田急と西武がバチバチ戦っているところでございます。今日東海道をたどるのはこの元箱根港までで終わりです。そしてここからは少しまた昨日と同じように寄り道をします。多分これほど大きな寄り道をするのはね、昨日とそれから今日しかないのかなと思うんですけれども、これから先移動し向かいますのは仙石原です。結構遠いですけどね。芦ノ湖、船っていうのはね、もともと昔から江戸時代からあった移動手段でしたから、江戸時代からここを船で行き来してるっていうものが、もし何かそういう歴史があったんなら、もう向こうまでは箱根海賊船で行っちゃおうと思ったんですけども、なんとですね、なんと残念なことに、江戸時代はですね、芦ノ湖を横断するということは普通の人は禁止されていたんだそうでして、向こうの方に用がある温泉湯治などするような人はやはり自転車に乗って移動しなければ、間違えた、やはり歩いて移動しなければいけなかったそうでした。僕ね、スーツに自転車っていうね、しかもママチャリっていうかなり目立つ格好して自転車漕いでますんで、もう相当周りの人たちが僕に注目してくれますよ。観光地とか来るとね、あの人なんであんな格好してんのみたいな感じになるのかわからないですけど、まあ、しかもなんかカメラとかも取り付けてるしね、まあいいんですけどね。全然夜になるとさらに安全のために黄色いチョッキなんかも着るようになるんで、なおのこともうみんなの注目を引き放題です。あれは箱根海賊船のロワイヤルだって。前向こうからね、鳥居を眺めたもんですけど、女の人がいっぱい順番待ち写真撮ってるの見てて、ああいうの面白いですよね。この鳥居は平和大鳥居といったと思いますが、作られたのは1964年のことで、東京オリンピック開催を機に建てられました。オリンピックとは直接の関係がありませんが、しかし戦後の日本が平和な時代を大きく花開かせたその記念の年はやはり1964年。ちなみに新幹線が開業したのも同じ年です。その新しい日本の平和な発展、それを祝し、またそれを永久に伝えていくためにここに大きな鳥居を建てたのだそうでした。だから別にインスタ映え女性をいっぱいおびき寄せてお賽銭ゲットしようと、そういう作戦ではないわけですよね。いっぱいたまたま集まってるようですけど、僕もこういう場所好きですけど、なんで女の人ばっかり集まるんでしょうね。不思議だよな。並んでまで撮ろうとは思わないですけど、まあでも撮りたい人の気持ちは分かるわな。やばいぞ、おろ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 、鳥は耳が聞こえないのか、それとも自動車に慣れっこだから、お前所詮そんな生きってるけど自転車だろお前、
そんな当たらんわ、そんな感じで。辛さ頭がいい。上り坂か。さすがにもう疲れたな。もうこの水を伝える石の川美しい。よし頑張ろう。いやミスったミスった。あのね、結構まず元箱根港から今日泊まるところまでが離れてまして、片道7キロなんですが、まあ7キロはいいんですけど、あの湖沿いの自転車で行ける遊歩道みたいななんかあるらしいんですよね。そっち行けばよかったんだけど、間違えてかなり高いところにあるね、あの湖を上から見下ろすような山の上にまた登ってしまったんで、またなんか峠越えの連続みたいな感じになってしまっておりますが、下り道があるのはいいんだけどね、ない方がいいに決まってはいますからね。一度この峠の山の上の道へ上がってきてしまうと下へ降りることはできないんですよ。今日結局到着はまあ5時半ぐらいになりそうかな。木の枝に乗り上げたりして転倒するかもしれないから、気をつけてやっぱり行かないとダメだ。また下りかな。どれだけ僕はさっき登ったんでしょうね。動画撮ってなかったんですけど、登るところまさかこんなに登って続けるとは思わなくて。本日の走行距離はおそらくおよそ60キロ、多分ね正確な値が今字幕かなんかで出てると思います。そして使用したバッテリーは 160% でした。箱根町だけでバッテリーを多分 80% 相当分ぐらい使ったんじゃないですか。逆に言うとそれでここまで来られちゃうんですね。すごいですね。バッテリーも特に熱くなってはいないようですよ。よし、まああっちのバッテリーはちょっとまた後で充電するとして、もう重いからね、とりあえずこの空になったやつだけ持ってきましょう。いやしかしすげえな本当に。なんでもね、もっともっとここはなんかあの会社の保養施設みたいなやつだったらしいと。前に私があの小田急さんとのね案件で泊まりました、あそこなんだ、ゆとわさんもそんな感じで、あそこもねこんな感じのすごい綺麗なところでしたけど、すごくないですか。これもすごいし、なんか自分で言うのもあれだけど、ここにあの電動アシスト自転車で来てしまうのもなんかすごいと思うわ。すごいなぁ、いつも東京でちょっと移動するときに使ってただけなんですけど、こんなとこまで来られちゃうんですね。お庭もすごいな。明日の朝も使いたいですね。あんまり長くはいられないと思うのが残念ですけど、アルコールだ、これやんなきゃね。自転車もここに置かせてもらいましたけどね、すごいの一言ですよ。あ、ちなみに、ね、私が最初の一人目のお客さんだそうです、この宿始まってね。もともと会社の研修施設だったという話をしましたけれど、まあ、現在その会社はここを手放して、でその後ですねこのホテルライムリゾートさんが引き取って、それで一般の人も泊まれるようにということになってるんですが、ただ原則は団体貸切用のホテルということになっています。だからこういう感じのね大人数で利用するような施設がとにかくたくさんあります。ここはダイニングスペース、これみんなで食事したり、それからこちらこれですね、ここもまた階段状になっていて、ここにもね大きなあれであのモニターを映したり、もともとここがあの会社の研究、間違えました、研修施設だったその当時の名残を大変よく残しています。実際ねその当時とあまり基本的な作りは変えていないそうです。中心が空洞になっているこの円形のホテルをデザインしたのはあの岡部なんとかさんという人、あの小田急のロマンスカーの VSE とか GSE とかMSE、まあ、そういった最近のロマンスカーをデザインしたあの方がやっていて、だからなんとなくロマンスカーに乗ってるなって感じがしますよね。それからあのこの間あそこ、まあ、よそのライバルホテルの名前出していいのか分かんないですけど、あの箱根湯とは泊まりましたが、あそことね感じが確かに似てる、似てるなと思いながら入ったんですけど、なるほどそういうことかと思いましたね。デザインした方が一緒なんだ。まあ、地区は全然違いますけどね、ここは仙石原です。
で、スタンダードルームとスイートルームがありまして、私の部屋はですね、これです。215号室スイートルーム、一泊の室料はね、だいたい35,000円ぐらい、3万から3万5000円ぐらいってことだったかな。安いと思うんですよね。ダブルベッドが2つ、それからこちらにこんな感じの居間があって、大きなテレビですね。これ電動アシスト自転車のバッテリー、もうすでに1回入ってるんですけども、ちょっとここに置いとこう。で、これ冷蔵庫があるんですが、冷蔵庫の中もね、これ全部なんかタダで飲んでいいらしいんですよ。あ、知らず、これ絶対忘れないようにしないとね。ジンジャーエールとかなんかいろいろ、もう最高だよな。で、それからね、大事なものとして、こちらちょっと僕がいろいろさっき置いちゃったんで、あまり見栄えが良くなくて申し訳ないんですけど、まあ、シャワーがありまして、それからお風呂、スイートは各部屋にですね、露天風呂付きということになっております。こっち開けんのかな。あ、開いてた。これですね。これですねとか言って何も見えなかったんで、改めて自分のライトで照らしましたけれど、2人ぐらいで入るにちょうど良さそうなお風呂です。それからこのでかいやつは、これで多分お湯を冷ましたりするんだろうな。お湯の温度は42度だそうでしたね。いい感じの部屋ですよこれ。私この宿ね、普通は団体貸切用だって話しましたけど、まあ団体貸切用ってことは、じゃあ普通には泊まれないのか、まあまあまあそうなるっちゃそうなるんですが、ただですね、土日とかそういう時限定で、このスイートルームに関しては一般の人も泊まれると。で、スタンダードルームに関しては一般向けの販売は今のところないそうです。まあ要するに皆さんも泊まれるってことですよ。昨日はキッチン宿に泊まりましたけど、今日はもう間違いなく、これは江戸時代のあれで言えばハタゴですね。ハタゴに泊まってる2食付きのかなりしっかりとした宿、まあ、江戸時代は襖での仕切りだったでしょうけれど、こんなに立派なお部屋ですよ。天井斜めになっていて、まあ、これ全部こういう風なですね、独特の作りです。なお、これはもともとあった研修施設を改装してオープンした、まさに今日最初のお客を今迎え入れているところということになるんですけども、もともとの建物もですね、つい 2,3 年前に建てられた、すごく新しいものだそうですね。昨日泊まったキッチン屋もそうだったんですけど、 Wi-Fi がめちゃくちゃ速いな。信じられない速さだ。114Mbps だって。今日もデータ送信は楽々のようですね。これ団体貸し切りじゃなくて個人で利用するかどうかって検討する人が多分大半だと思うんですけど、一応やっぱ初日なんでね、ちゃんとレビューしとこうと思うんですけど、これこの全館で最大でもスイートは5部屋しかないから、一般でここが使える場合は、要はたった5人でね、このすごいホテルを使えちゃうってわけでしょ。これかなりいいと思うんですよね。さて、そしてフリードリンクというのはですね、ワインもありまして、白ワインもらおうと思うんですけど、ここに置けばいいのかな。これですね、これコインがね置いてあるらしいんですけど、これを入れるじゃないですか。で、左が8度、右が15度、多分それが適切な温度なんでしょう。まあ持った方がいいのかな。持ってボタンを押す。うお、ちょっと外に出ちゃいました。これすごいですよね。これを押すとね、中のやつを吸い出して、どういう仕組みなのか知らないけど、多分ワインとそれに見合うだけの空気を双方入れ替えるってことなんでしょう。これ飲み放題です。はい、ありがとうございます。疲れた体にはビールですよ。やっぱ疲れたわ。今回はね、私の方でもちゃんと宣伝しなければいけない、だからこそ井の一番に止めてもらえたわけですし、その使命がありますけれど、まあ、そういう時でなきゃね、ビールとかアルコールは飲まない私ですが、美味しさは分かってるつもりです。ありがとうございます。はい、ではお付き出しのアミューズブーシェと、はい、前菜をお取り合わせをしてご用意させていただきました。ありがとうございます。明日の朝はね、早いので朝食は今回は特別に抜きにしていただいたんですけど、その代わり夕飯のフルコースのやつですよ。これカンパチだそうですね。美味しいけど、なんかカボスみたいなすりおろし入れてるんだな。この緑色のやつがあるじゃないですか。これそうですよ。すごい爽やかな味。夏の終わりの味覚って感じだ。これはシラスだ。
こういう感想でいいのか分かんないですけど、イタリアで食った味を思い出します。うまいわ。申し訳ないですが、これは生ハムをね、上の牡蠣と一緒に、なんか、あ、牡蠣じゃない、間違えた、牡蠣と一緒にオイスターじゃないですよ、あの混ぜてくれたものらしいんですけども、牡蠣はちょっと食べられませんので。好きなんですけどね。うん、あ、塩味のあるものがいい。疲れた体にね、塩分が染み込むんですよ。このお肉の料理もね、本当は多分ナイフで切った方がいいんですけど、もうフォークで切っちゃった。うん、うん、これはビールに合う味ですわ。うん、いいね。運動した日のね、夜はとても幸せな気持ちになります。あ、今日一日を一生懸命やりきったなって感じがする。実際一生懸命やりましたよ。明日はもっと大変です。一応ね、今の予定で明日どこまで行くかっていうと、静岡へ行く予定になってるんですけど、ここから静岡って並大抵の距離ではなくてね、多分ね100キロぐらいあるんじゃないかな、静岡まで。今日朝の6時に江ノ島を立って、そんで今夕方の6時、まあ6時にはならないんですけど、それでようやく約60キロ先の仙石原に着いたわけですが、まあいくらね箱根峠が険しいとは言っても、塩ケーキってことでね、あの普通の食事にするケーキらしいんですけど、サワークリームがついてるみたい。 いくらなんでも100キロ行けなくはないですけど、夜遅くになっちゃうな。ありがとうございます。かぼちゃのスープということですけど、これ液体というんですかね、固体というんですかね、難しいところじゃないですか。これ、こういうの液体っていうのかな、液体なんだろうけどな。いや、そうかな、わかんな。これね、今ね一口食べたんですけど、美味しいですよ。落ちないかな、大丈夫かな、なんか美味しそうですけどね。うん、これバターっぽくてね、甘いスープなんですけど、でも甘いんだけど、なんか甘ったるいとまた違うんだよな。ちょっと暑かった。江戸時代の人もね、なんか旅の一番の楽しみって言えば、やはり名物を食べることで、神社仏閣の参拝だとかね、そういうことをなんか言いながら、実際にはあのそういうのが楽しみであったというふうに書いてありました。おいしいよ。マダイのポワレでございまして、うん、白ワインのおソース。これしめじなんですね。はい、しめじ。大きいですね。外国しめじ。へえ。これ美味しくマダイのポワレをいただきましょうね。マダイのポワレ好きだしね、よくなんかしょっちゅう食べるんですよ。すごい頻繁に食べるの。寝台特急カシオペアでよく食べましたね。しますね。うん。あ、甘ったるくない。もうちゃんとしたワインだ。ブドウジュースみたいなワインありますね。それだったら普通にブドウジュース飲めばいいんじゃないかみたいなやつ。早く食べないと冷めてしまうからな。今触った感じ、お皿もあったかくしていただいてたからまだ大丈夫そうだ。いただきます。好きなんですよマダイのポワレって。なんか食っとけ、これ食っとけ間違いないみたいなとこありますよね。うん、僕が今まで食べたやつの中でも上位レベルに美味しいな。一番はあの寝台特急カシオペアの中で食べるやつ、まあ、あれはどんな味でも美味しく感じるっていうのがあるんですよね。ビートだ。これは渋谷鉄道の中で散々食ったボルシチの、あのあれを思い出します。今日はね、箱根湯本に着いたら湯本で食事して、そして箱根の峠を登るというつもりだったんですけども、まあ、普通にミスってね、ちょっと寄り道じゃよかったんですけど、箱根湯本駅の対岸のところだとすごい険しいとこじゃないですか。もうあの早雲寺とかあったとこ、全然なんかお食事どころとかもなかったですし、結局あんまり食事はしないで登ってきてしまったからな。カロリーを多く摂取するぐらいの方がいいと思うんですよ、今回の旅は。じゃないと集中力がなくなって危険ですから。椎茸かなんかかと思ったらしめじだっておっしゃってましたね。これもね、ただの付け合わせじゃなくちゃんと丁寧に味ついてて美味しかった。全部食べます。あ、しめじも美味しいわ。
香り松茸味しめじっていうのもこういうしっかりと詰まってる密度の濃いしめじ食べれば分かりますね。はい、ではメインのお料理で、はい、牛の、ローストでございます。はい、まあ、江戸時代は牛肉は食べなかったですしね。それに大名だってさすがに旅の道中でここまで立派なの食べましたかね。食べたかもしれんな、レベルで言えばこのぐらいのやつは。よし、いただきましょうね。感想言った方がいいですか。別に言わなくても分かるでしょ分かることは言いません。今回の旅ってね、あの国道1号線みたいな主要幹線道路とその脇にある旧東海道にちょっと分かれて走るみたいなこと結構いっぱいやってるわけですけど、旧東海道、旧宿場町にはすごくお蕎麦屋さんが多いです。で、今の主要幹線道路にはラーメン屋さんがすごく多い。多分今の東海道主要幹線道路を旅してる人たちで頻繁な人たちは多分トラックドライバーとかだと思うんですけど、そういう長距離ドライバーみたいな人がラーメン屋さんで休憩するんじゃないですかね。実際そういう人多かったんですよ。で、昔の江戸時代の旅人はお蕎麦屋さんに入って休憩してずっと食べてまた出ると。どちらも、私も昨日夜入りましたけど、ラーメン屋って頼んだらすぐ出てきてパッと振ってすぐ出かけられるし、食べればすごい体力がつく、あれがいいんじゃないかと思う。まあ、蕎麦がどうだったのか私は知りませんが、なんだかんだね、ラーメンの江戸時代のラーメン、蕎麦の後を継いだのが今の時代のラーメンなんじゃないかな。少なくとも箱根まで旅してみて思いましたね。あ、立派ですね。お待たせいたしました。なんですか、全般的にすごいデザートですよね。これメレンゲ、メレンゲってのはこういうやつか、あの卵とかで作った洋風ラクガンみたいなやつね。これとアイスを合わせて食べるな。僕ピスタチオって好きなんですよ。ピスタチオそのものは食べたことないですけど、多分昨日藤沢に着いた時は全然疲れてなかったんですけど、さすがにね今日は疲れた。今まだ夜の8時ぐらいですけど、もう部屋帰って最近ねやることやったんで寝ちゃおう。というわけでカフェインの入ってないカモミールティーを食べました。なんかもうちょっと綺麗に食べ込まったんじゃないかって気がしますけどねさて、私の今日の夕飯ですが、本当はね団体利用が前提ということでこの食事スペースで食べることになっているんですけども、ただまあ私今日はね自分一人で泊まってて、別にあそこまで広いところで食べなくてもいいと。そういうイレギュラーな私みたいなの、土日に一人で、まあ、もしくは1単位で1家族とかでスイートルームに泊まるという人たちはですね、まあ、そうすると基本的に、この下のレギュラーフロアが空いているので、このレギュラールームのところを使ってですね、それでこういうふうにして他の客室でねこうやって食事をすることができるということになっています。だから実は私はあの1個ねランクの下の客室でお食事をしていたのでしたが、もちろんレギュラールームですからその奥にもいろいろあるわけでして、まあ、まずこれですが、あの普通に居間があってですね、それからテレビと窓のところとこういうふうにいろいろあって、それでじゃあどこに寝るのかと言いますと、まあ、まず1人がですね、1人というか、2人までなんですけども、よし、ちょっと危ないの両手で行こう。上にこんなロフトがありますんでね、ロフトってのはどうしても、いや、あの天井裏部屋みたいな感じなんで、これですね低いんですけど、それは仕方ありません。でここに布団敷いて寝ることもできるし、それからですね、よいしょ、ここ分かりますか、これ開けますよ。ほっと、こういう感じのですね、これ狭いじゃないかと思うかもしれませんが、もっと手前にもありまして、まあ、今は布団は敷いてない状態でこういうふうに置いてあるだけですが、この中のところにですね、こう布団を敷いて眠ることになると。ついこの間まで大学生だったような新入社員の研修とかするときには喜ばれそうですよね。ただまあトイレ洗面台はありますけど、風呂はないので、風呂はねこっち、なんか男湯も女湯も今日は見ていいっていうんで、私しかいないし、今まで人が入ったことはないですからね。
じゃあこの女湯入ろう。普段行けないんだから。こうか。これがね、さっき一回見に来たんですけど、素敵なヒノキ風呂なんですよ。ヒノキの香りがスルスル。この宿定員が70人らしくてね、70人の割には随分こういうフリースペースが多いわけです。まあ、要するに元は研修施設だったから、そして今後も研修施設として使われる予定だから、少なくとも第一問は私でした。足湯かなって、これね、よく足湯ですかって聞かれるらしいんですけど、足湯ではないそうです。旅館も楽々なのは素晴らしいんですけど、やっぱ今日の箱根のやつ疲れてないと思ってたけど、結構膝に来てるみたいですわ。階段登るのがきつい。あ、まずいな、このままじゃビールが関係してるのかどうかわからない。多分関係ないと思うんですけど、寝ちゃうな。あの充電がね、まずいまずい。ちょっととりあえず変えとこう。あと無計画は死を招くから、寝る前に明日どこまで行くかっていうのはちゃんと考えておきたいところだな。予備を持ったかって書いておけば、まあそしたらじゃあ行くかって言った時にね、あ、これ忘れてるよってことにならなくて済むんでね。置いてっちゃうと大変なことになりますから。そして今シャワーを浴びてるところなんですけども、シャンプーを出してね、衝撃を受けたんですが、次にリンスを出しますね。押しても出ないんですよ。もう一回押しますよ。出ないんですよ。で3回目押しますよ。出ましたね。まあ3回半ぐらい押しとくか。これ意味わかります？まだ最初の1回目だから、シャンプーもリンスもそれから僕のボディーソープも全部まだ全く使ってなかったってこと。当然苦情を言ってるわけではなく、最初の1泊目でなければこれが全部新品ってことはないですからね。なかなか珍しい経験です。去年の10月ぐらいでしたかね、あの冬の富士山に登って滑落して亡くなった方おられたじゃないですか。あれ結構衝撃的でね、私にとっては。死ぬつもりなんかなかったような人間が数秒後にはもう手遅れなぐらいに死を確定させてしまうっていうことが、まあ、あの冬の富士山に軽装で経験もないのに登るってことは私はしないけど、でもそういうことってあるわけですよね。で東海道自転車でずっと行っててね、歩道が狭いで、もしくは車道が狭い、大型のトラックとかが来る、スピードを出して走るようなこともある、下り坂があるっていう時に、多分こういうところで事故で死ぬ人って、即死した人なんか特に、死ぬ10秒前はまさか自分が死ぬなんて夢にも思ってなかったんじゃないのかなとか思うんですよね。だからもう本当に死と隣り合わせなんだなと。もちろん十分に注意すれば死にはしないんだと思うんですけど、普通の場合は自分が今死と隣り合わせにあるのだってことをね、よく意識しながら旅をして、無理はしないようにってことを心がけるようにしています。安全第一ですよ。自転車のメリットデメリットってまあありますけどね、あのメリットしか普段見ないですけど、デメリットとして歩きより死にやすいってことはあると思うんですよね。とても十分注意して、まだ江戸から100キロちょいしか来てませんので、100キロ行ってるはずだ。残りの、まあ、約400キロ生きて帰りましょうね。一番の難所であります箱根は越えましたけど、まだね鈴鹿峠もあるし、左右の中山とかいろいろ道が狭いというところありますから、明日からも頑張っていきましょう。よし、じゃあ寝るぞ。これ便利だ、全部枕元にある。多分そのパターンだ。消えたかな、消えてないのもあるわ。まあいいや、もう今日ほどぐっすり眠れる日は1年の間に他にないだろう。ふかふかの布団、いい布団だ。僕が最初の利用者じゃないですか、多分ですけど。あとっても寝心地いい。明日の朝5時5分に起きます。結局やることいろいろあってね、9時ぐらい寝たかったんですけど10時半になっちゃって、でもまあ6時間半眠れますんで、おやすみなさい。